はい、どうもじゅんです。今日の動画、これすごいよ。なんと、僕の動画で、はい、山本先生を、はい、最屋式で追い込むっていう、これヤバくないですか。それはね、ジン君さやさん、ちょっと山本先生を追い込む前にちょっと一言お願いしていいですか。おい山本、お前の、理論もすげえけどな。だから俺もさっき、ね、潰されたから脳がね、まあ、酸欠なのよ、本当に。次はドロップセットで100以上超えさせてやるぜ。よし、はい、ということでですね、さすがにね、いきなり山本先生追い込むで、足取りはさすがにちょっとおこがましいんで、さすがに、はい、足ではなくて胸トレ、はい、ね、で山本先生を極限ドロップで、追い込んでみようと。はい、ホースレップです。ドロップ、ホースレップ、最屋式でホースレップからのドロップですね。なるほど。先生、どうですか、サイヤマンがドロップセットで先生追い込むと今回言ってますけど、まあ、受けて立とうかなと思ってます。すごい、すごい、話変わりますけど、先生心広すぎないですか。断ってもいいのにさ、いや受けてくれるんですね。なんなら先生から言ってたからね、弟子頑張ってるから。確かに確かに、こういうところですよ、先生がしてる。確かに心広すぎるわ。はい、ということで先生、先生的にやっぱ甘えと言っているドロップセットで今日追い込んでもらうってことなんですけど、大丈夫ですか。大丈夫。そもそもドロップセット、私18歳ぐらいの時から何回か試してますので、はい、まあ、久しぶりですけれどもやってみようかなと思います。サイヤマンのドロップセットなんてぬるいと、はい、ですね、先生。甘い甘い、よし。山本式も良かったけど、ドロップセット、フォーストレップからのドロップセット、これで潰してやるよ。ドロップセットは甘い。5分後、こうなってますから。よし、レディー、ファイ。よっしゃー。はい、じゃあさやさん、今から山本先生をベンチドロップで追い込むってことなんですけど、ちょっとルール説明いいですか。限界まで。もう、あ、無理だ、潰れたら3回です。潰れてから3回の方です。はい。で、3回終わったらドロップ。ドロップ。で、限界まで。で、潰れたら3回。で、ドロップ。先生、まずちょっとアップから、はい、先生がね、重量上げるとこれレアすぎちゃって、うん、みんな多分未知だと思う。確かに。いや、私ちょっと三頭筋も本当怪我しちゃっててですね、こう見ていただくと分かるんですが、こう、はい、ここがベコンってへこんじゃってて、本当だ、ちょっと上がんないんですけれども、はい、まあスミスならそんなにバランス取らなくていいので、はい、なんとかやってみたいと思います。はい、先生、ここ切ったんですか。これはですね、オーバーワークで切っちゃいました。先生、それを、自分で言った。俺痛かったのに。俺、先生、それオーバーワークですねって思ったら、だからこその山本式なんです。なるほど、なるほど。だからあんま怪我、だから怪我した自分がやっちゃったから、そういうことだ。そういうことですね。ね、確かに俺もいつか怪我しそう、怖いもんな。うわー、これレアだよ、マジで。確かに、レアだ。280キロでしたっけ。260です。260キロ。本当でも切っちゃったんで、今全然ベンチは上がんないです。260。ちょっとジグ何キロ入れたら20で。いや、結構いくね先生。今何キロぐらいですか、その今だったら。今でも180ぐらいしか上がんないじゃないですかね。あ、だからじゃあ20入れよう。これでメインいきます。はい、じゃあこれでやって1枚ずつ取る感じで。はい、はい、ということで先生がアップ終わりましたので、重量でいうと130キロぐらい。重いの？十分重いです。はい、ただちょっと先生、三頭筋で断裂したりとか昔ちょっとあったので、180ぐらいまで一発だと大丈夫そうなんですけど、ちょっと間取って130ぐらい、はい、はい、今日追い込んでいきたいと思います。先生、ちょっと申し訳ないんですけど、じゃあこれでよろしくお願いします。本当、おこがましすぎて、やっぱり。久しぶりのベンチ。いやでも見たいっすよね。ちょっと見たい感はあるっす、正直。先生がやってるところの補助に入れる、この人生が貴重すぎる体験。すごいよ。すごいです。ありがとうございます。はい、行きまーす。はい。結構、つえ。すげえ。はい、よっしゃ、こっからいきましょう。こっから、せーの、はい、1、はい、はい、2、はい、3、はい、OK、はい、
さあ、さあドロップだ。はい、はい、行きましょう。はい、三、四、はい、せーの、はい、こっから、はい、一、はい、二、はい、はい、三、はい、OK。よし、四、五、グッ、ジップ、ジップ、はい、せーの、はい、一、二、はい、ラスト、はい、OK。これはすごい。それはすごい。先生、これ甘いですか？甘い。これ甘い。これね、ドロップセットは補助金ばっかり、三頭筋ばっかりに消えちゃいます。先生、先生、やばい。先生が脱いだ。やばい。厚みがやばい。あ、ほら、めちゃくちゃバンクしてるよ。やばいっすなんて。ほら、厚み。先生、おいくつですか今？今53。こんな53います？それは腕回りですか？腕回りが最高の向きだそうです。あ、腕回りと年齢がほぼ一緒。すごい。すげえ。54の時は54。先生が追い込んで脱いでくれるのないですか？いや、ちょっとね、ここまで先生を本気にさせた、ちょっとさすがサイヤマンさん、ドロップセット理論。いやーね、でも先生はあれですね、左右から伸ばしきらないですね。スパンスパン系ですね。ジンプが引き付いてますね、それ。そうですね、ノンロックで。ノンロックで、あ、それでいいですか？そうです、うん、あ、先生もちょっと顔でなってるんじゃないですか？いや、先生もちょっと、まあ、息がちょっと上がってるっていうのがあります。先生もちょっと顔が酸欠でこのまま。サイヤさん、サイヤさん、はい、僕と竹田子さんはいじれないです。サイヤさんしかいじれない。え、そうなの？僕らいじれないです。でも先生、さっきの顔色が、あれ、これ言っちゃダメなの？よし、先生の顔色がなくなりました。はい、ということでですね、はい、まさかの鞘式理論が山本先生を土壌に引き込んで、はい、ドロップセットで追い込むというところまで来ました。はい、で、先生のね、トレーニング僕初めて見たんですけど、53歳ですよ。で、いきなりベンチやって130キロ、何だかんだよ。いや、20発から多分補助入ったんで。やばくないですか？ちょっと僕びっくりしましたね。ちなみに山里の100キロ10回ぐらいで、あだーって言ってましたよ。29位ぐらい落ちましたね。30人中。やっぱり先生でしか、やっぱりベンチは強い方がいいと思います。ベンチやっぱり150から、やっとランクインしたら。山里くん、ベンチプレス150上げないと、え、先生のランキングには30位以内には入れない。あれ、武田さんはマックス120です。先生、カモンです。カモン、ほら、先生どうでしたか？実際ドロップセット久々にやられて。久々にやって、やっぱでも三頭筋ばっかり張っちゃったんで。ああ、そうですね。先生はなんかなるべく対象筋から逃げ出さないっていうのが先生のトレーニング理論なんで。でも僕はドロップセットやっててめちゃくちゃこう意識してやるんで、三頭あんま張んないです。効かす方の問題だと思います。よし、笑いはしません。僕はずっとこのトレーニングを続けます。ということで、今日は須田さん、山本先生、ありがとうございました。武田こともありがとうございました。ありがとうございました。いや、これで筋肉界がまた盛り上がるんじゃないですか？盛り上がりますね。ねえ、めちゃくちゃ盛り上がるでしょう。ロートゥオリンピア、はい、見とけよジム。はい、ロートゥオリンピア、はい、やるか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 、チェイン。乳首を隠します。ほら、また笑った。先生、乳首隠すと笑うな。I got a girl that compliments my fly, and when it goes down I know she gon' ride. I finally got somebody I can call my one time for the one time. I got a girl that compliments my fly, and when it goes down I know she gon' ride. I finally got somebody I can call my